はい、こんにちは。英語の達人養成事務、師範台の深夜です。今日はいただいているご質問にお答えしていきます。動画見させていただきました。私は今、高校生で将来英語が話せるようになりたくて、英会話スクールに通い始めたところです。でもなかなかうまくできずに悩み始めていたところ、この動画を見つけました。短文暗証、瞬間演作文についての動画を見させていただきました。第1ステージの本からやり始めようと思います。 本当にためになる動画でしたということでありがとうございます。でいただいたご質問は、文法などは瞬間演作文の本で特訓できると思うのですが、発音はどうしたらよいですか やはり自分で聞いて真似をしていくしかないのでしょうかということで、発音のトレーニング法に関するご質問いただきましたのでお答えしていきます。まずですね、発音のトレーニング方法はいろいろあると思います。で、一番多分有名なのがフォニックスって呼ばれるね、トレーニング方法だと思うんですが、あれはですね、どちらかというと、その単語のスペルですね、スペルを見て正しい発音ができるようになるっていうね、そういうトレーニング方法ですので、ちょっと今回の趣旨とは違うかなと思いましたので、フォニックスに関してはちょっと省きます。 でフォニックス以外で、え口の動きですねえ。英語特有の口の動きをトレーニングして発音ができるようになるためのトレーニング方法というのを3つお伝えしていきます。それがこちらです。英語の歌、フィンガーアクション、英語耳っていうね、えこの3つですで。それぞれね、これ特徴があります。え上の方は完成寄りですで。下に行くほどロジカルに。 システマチックに発音を学んでいくことができますのでえ、どれがいいというのはですね、なんとも言えません。これ人によって性格が違ったり、得意分野が違ったりするので、え理系の方でもうロジカルにシステマチックに覚えていきたいという場合でしたら、3番がおすすめですし、頭の中で考えるよりも体で覚えたい、感覚で理解したいという方は、 一番、英語の歌がいいかなと思います。で、その中間にあるのがフィンガーアクションというね、方法になりますので、一つずつ詳しくお伝えしていきます。まず、英語の歌は、まあ、そのままなんですが、英語の歌で発音をトレーニングしましょうというね、そういう方法です。まあ、以前動画でですね、英語の歌を使った発音トレーニング方法の動画を上げてますんで、よかったらそちらもご覧ください。下の説明欄に貼っておきますんでね。で、英語の歌の場合ですと何がいいかというと、まずですね、リズムとスピードが決まっているということです。 そのメロディーに合わせて歌詞を発音しようと思ったら、絶対にネイティブ発音で言わなければ間に合わないんですね。えー、例えば一つね例を挙げてみましょうか。レッド・イット・ゴーってありますよね。でこのレッド・イット・ゴーはですね、今僕が発音したように日本語発音だとレッド・イット・ゴーですよね。ですがこれを歌の中でメロディーに合わせて同じスピードとイントネーションで言おうと思った場合、絶対間に合いませんよね。レッド・イット・ゴーレッド・イット・ゴーって 言おうと思ったら多分すごい変な感じになると思うんですよ。ですが、これを英語発音になると、これがレリーゴーになりますよね。レリーゴーっていう感じになります。で、このネイティブ発音と同じようにレリーゴーって言わないと絶対間に合わないわけですよねえ。ですので、英語の歌をトレーニングすると、このネイティブ発音が強制的に身につくという点でですね、英語の歌はすごくおすすめです。で、僕自身も 自分の発音、今持っている発音スキルの、だいたいまあ7、8割ぐらいは英語の歌で学んだ感じです。でこれは初心者の頃からやってました。えー、英語学習を始めて、英会話スクールに通い始めてからですね。まあすぐにもう外国人の集まるバーに通ってですね。で、そこで友達を増やしていったんですが、まあ当時全然英語は喋れませんでしたので、もう本当に学んだフレーズをそのまま使って帰ってきたらおしまいみたいな。も、ま、う、あ、その後返す言葉がないみたいな感じだったので、えー、ちょっとでもですね、楽しむためによくカラオケに行ってたんですね。でその カラオケ行った先で英語の歌を歌えばですね、ネイティブの友達がすごい褒めてくれて、ですごい気分が良くなったので、えー、持ち歌をどんどん増やしていってですね、まあ、当時は1年間の間に大体10曲ぐらいは歌えるようになったという感じですね。 本当に車を運転しながら英語の歌を歌うっていうのがね、日課になってたので,で、ちゃんと歌詞カードを見ながらですね、同じように歌えるように練習したという感じです。ですので、僕が英語学習を始めて最初の1年間というのは、もう文法とか英単語とかそういう勉強は全くしてなかったので、もう代わりに英語の歌ばっかり歌ってた感じでした。で、まあおかげで発音に関してはだいぶスキルが身についたかなと思います。ただ、英語の歌の場合はですね、結構耳コピーに頼るような部分があるんですよね。 体で覚えましょうみたいな部分になってくるので、そこでですね、この2番、3番というのが役に立ってきます。で、この2番目は、フィンガーアクションというね、方法です。で、このフィンガーアクションの第一人者は、小川直樹先生という方です。で、小川先生は YouTube 動画も上げてますので、下に貼っておきますので、リンクをね、小川先生のチャンネルの方もご覧ください。で、ここでは、フィンガーアクションがどういうものかというのをさらっとご説明しますね。 え、フィンがあってもそのままですね。指です。で、アクションというのは動きですよね。指の動きの力を借りて、口の動きをコントロールしていくっていうね。え、ちょっと面白い方法なんですね。え、具体的に説明します。例えばですね、こういうタオルなり雑巾なりがあったとしますよね。で、これを力を込めて、こうギューって絞ったとしましょう。こうやって。ギューって絞ったら、今僕の口止まってますか あの横に強く開いてますよねで逆にこう力を抜いてふわって手を力を抜かせたら顔もおそらくフッて元に戻ると思うんですよでもし手をブラーンとさせたらさらにリラックスしてあーって感じでこう口角が下がって目も下がって顔全体の筋肉が緩むと思うんですねこんな感じで人間の手の動き手に入る力と口周り顔周りの筋肉というのは結構連動しているんですね で、この原理を利用して英語の発音を身につけようっていうのがフィンガーアクションの考え方です。ちょっと例をご説明します。例えば、この単語。deal っていう単語があります。これ結構日本人が苦手な発音なんですけども、この e の部分ですね。ここはどうしてもね、deal っていう風に日本語っぽい発音になっちゃうんですよ。deal。でも英語の発音の場合は deal って感じですごい口を大きく横に開くんですね。 で、この動きが日本人はなかなかうまくできません。ので、これを練習するのに指の力を使います。こんな感じです。真ん中3本の指を折り曲げます。で、この親指と小指の間をですね、できるだけこう広げていく。こういう感じです。で、ぐーって広げると自然にですね、口が横にこうなっちゃいませんかね。 うーってやるといてててててって感じでなんかここら辺の筋が伸びるような感じであたたたたたたってなった時のこの口です。これが deal の口なんですね。イーって伸ばす時の口です。両方の指が引き裂けるぐらいまでグッてやりながらこれを前に出しながら deal って言うと deal の発音が出しやすくなります。で、今度逆バージョンですね。力を抜くバージョン。この単語を言ってみましょうか。about って単語ありますね。 でこの単語も結構日本人が苦手なんですが、どうしても同じ感じで発音してしまいます。about っていう感じですね。でもこれは英語発音的には NG なんですね。実際は about,about about って感じで、このあの部分はすごくね、弱く呼ばれます。で、この弱い漢字を出すために手を使っていきます。えー、感覚としてはこんな感じです。えー、幽霊の手のようにこうブラーンとさせた状態で、ちょっとね、前に出してパッって感じで一瞬だけ ブラッとさせます。これです。もう本当に手首はずっと力を抜いた状態。これですね。で、この瞬間に、う、うっていうんですね。で、そうすると、力抜いてますので、顔も当然筋肉の緊張が抜けて、う、うって感じになります。で、口もあんまり大きく開けないで、もうほとんど閉じたような状態で、うっていうんですね。で、この音がこの about のあなんです。ですので、about、about って感じで声を出していくと。 いうトレーニング方法が、このフィンガーアクションです。本当にね、口の動きと手の動きって連動してますので、これを使うとね、口の正しい動きがね、やりやすくなります。これはすごくおすすめですので、ぜひね、小川直樹先生の YouTube チャンネルチェックしてみてください。で最後に、英語耳ですね。これは英語のテキストのタイトルです。英語耳っていう本が出ています。でこれが一番ね、僕の中ではロジカルに。 発音を覚えることができる本じゃないかなと思います。でこの著者の松沢清先生はおそらくですね、いろんなことをこう分析して体系化するのが得意なタイプじゃないかなと思います。えですのでね、この本の中には松沢先生の本当に今までずっと何年間もかけて研究をしてきた発音に対するメソッドがめちゃめちゃ詳しく載ってるんですね。で、さっきのこの about の音ありますよね。バー o この音のうの部分に関してももうこんだけの情報量があるんですよ。 発音記号で言うと、E を反対にしたような音なんですけども、その解説だけで、この見開き1ページ分ぐらいあるんですね。 でさらに付属の CD があってで、それをエクササイズで学んでいくことができますので、本当に一歩一歩階段を登るようにしっかり身につけていきたい人には、この英語耳という本はおすすめです。もしこの本を本当にここに書いてあるメニュー通りに毎日こなしたら、もう確実に英語の発音は身につくと思います。もう本当に深い分析力で英語の発音を解剖していますので、すごいロジカルにね、英語を学んでいくことができます。 まあこの本に関しては、またちょっとね、この本のレビューだけで一本動画を作れたらいいかなと思ってますので、またそれは後日アップしていきたいと思います。はい、ということでね、今回は英語のハトの特訓法ということで3つお伝えしました。 英語の歌を使った方法、そしてフィンガーアクション、手の動きを使った方法、そして英語耳を使ってロジカルに学んでいく方法です。どれが一番いいかというのは人によって違います。もちろん全部やるに越したことはないんですが、結構英語学習者の方はね、好みに偏りがある傾向があるかなと思いますので、どれか気に入ったものを一個最初選んで、それを始めていただいて、 で、もうちょっと極めたいなとか思ったら、まあ、こっちの方に入っていくとかね。え、あるいはもう最初からもうシステムチェックに学びたいと思ったらこっちから入っていくみたいなね、感じでお好みで選んでいただいたらいいかなと思います。で、発音に関しては結構いろいろ賛否両論があって、え、発音なんか気にしてるから日本人は喋れるようにならないんだって人もいれば、発音はやっぱり大事だよ。ちゃんと学びましょう。ネイティブみたいな発音を身につけましょうっていうね、そういう人もいます。 これはね、本当に何が正しいとは言えないと思うんですが、個人的にはですね、やっぱり発音は大事だなと思いますえ。例えば海外旅行に行って何か注文するにしても、発音が悪いばっかりに全然注文が通じないとかね。まあレストランぐらいだったらね、メニュー表があるからそれ指させばいいじゃんって思うかもしれないんですが、やっぱりコミュニケーションを取るという意味では、発音ってすごく大事だなと思います。綺麗な発音が身についた時にはですね、すごく自分に自信を持てますし、まあチープな言い方かもしれませんが、 かっこいいと思うんですよ。綺麗な発音ができると、かっこいいっていうのがね、まあ、正直なとこじゃないかなと思います。特に日本語と英語って、発音してる時の音の周波数が全然違うので、英語をネイティブっぽく発音するだけで、なんかもうね、非日常感がブワーって出るわけですよ、その場に。そうすると聞いてる人は、うわーって圧倒されて、もう発音がいいだけで、あこの人すごい、英語喋れるっていう,うにね、思われたりします。 実際に喋ってる英語自体は文法的に間違ったり単語間違ったりとかしても発音がいいとねこの人すごいな英語喋ってかっこいいなって思われる確率が上がると思うんですよ英語を学ぶ醍醐味の中に発音も大きな要素を占めてるんじゃないかなと思いますのでぜひ発音を楽しみながら学んでみてくださいはいでは以上です Thank you for watching See you later